はい、おはようございます。本日は3月の18日土曜日、ここは東海道本線の岐阜駅でございます。あー、もうですね、パソコン結局今晩も直りませんでしたよ。だから今日もね、結局ただなんだかサクサク移動してパソコンを直すと、そういうだけの日になってしまいそうでございます。しかし本日中にはね、もうそろそろいい加減治るだろうという風なところまで来ております。ただね、もうこれで絶対大丈夫と思っていたら、その道さえも塞がっていたので、また別の道をね、ちょっと今から開拓して直すと、そのような形になってますので、なんとここまで続くのやろうと、そういう感じですね。本日もよろしくお願いいたします。はい、ここは東海道本線の山科でございます。さっきまでですね、乗っていたあの新快速電車、あれにずっとご一緒くださった方がいらしてね、草津でなんか私のことをですね、もう始発から待っていて、ずっといつ来るのかなと思って見ててくださったんだそうです。で、それで、けどその方もね、なんか女性専用車の反対運動とかそういうのいろいろとやられている方で、なんか正直言ってね、もともと女性専用車の反対運動っていうのは何を考えてやってるのかよくわからなかったんですが、しかし聞いてみますとね、なかなかこれも理路整然とちゃんと考えていて、ただなんかその気に食わないから反対してるとかそういうんじゃないんだなと、これは私も勉強になるところでした。電車を降りてですね、鴨川のほとりに来たわけですが、後ろに見えておりますのが有名な三条大橋でございます。あの橋はね、江戸時代からあるものなんですね。木造でして、今では車なども通っておりますが、一応ね、あれは昔からあるものなんですね。で、ここは何かと申しますと、ここが東海道の終点でございます。東海道線という電車などね、今では通っておりまして、東海道線は東京駅から終点は神戸、つまり兵庫県の神戸まで通っているわけですけれども、江戸時代に整備されたですね、五街道の一つであります東海道はそうではなくて、日本橋からここの京都三条大橋までの、そういう道路でございました。大変大重要なものだということはもう多分言うまでもないと思いますが、ここがですね、東京の日本橋と、つまりそれに並ぶ交通のね、当時のターミナルであったというわけでございます。本日はちょっとこの後の予定の関係でね、この京都にですね、友人といいますか、後輩ですけれども、待ち合わせるためにここへ参りまして、もう間もなく本当にパソコンも復旧する見込みでございます。長い道のりでございましたがですね、もう物理的に壊れたものを取り替えましたので、もう治るはずでございます。これで治らなければどうしたものかという感じでございますね。もう間違いなく治ります。もうあと30分ほどでですね、もうパソコンの編集作業も再開いたしまして、皆様にお見せできなかったもの、これはもう特にですね、皆さんがご覧になっているそういうところだと思いますけれども、このシーンがですね、皆さんもご覧になる頃には、当時こんなことをやってたのかと、そういうふうに思っていただければ幸いでございます。ちなみに本日はもう一度申し上げますが、3月の18日の土曜日です。投稿がね、どれだけ遅れてしまうか分かりませんが、頑張って取り戻しますからね、皆さんもよくご覧ください。
阪急電車に乗ってきましたね。ここは大阪駅でございます。最長往復切符はね、山科までしか使っていないわけですが、だから大阪には別に、あの切符で来たのとは関係ございません。ここからはですね、3日間番外編でございます。番外と申しますとね、もう全く最長往復切符とは関係なく、乗る列車はここに、団体と今表示されておりますが、この列車に乗っていくわけですね。もう間もなくその様子もお見せいたしますから、口でね、お伝えするよりも多分見た目でお見せした方が面白いでしょう。なかなかなんでこんなことやってるのと、そういう感じになると思いますが、どうぞこの3日間番外編、まあなるべくですね、分かりやすく喋るとは思いますが、基本的に鉄道マニアの方の主張を想定しておりますから、まあそこのところはご了承ください。よろしくお願いいたします。大阪駅から東海道本線、そして、ね、天ヶ崎駅からは福知山線、福知山から山陰本線と経由しまして、大阪と米子、そこを走るそういう団体列車でございます。この行きの列車は、ね、夜行列車で、帰りはもう昼間の列車として長い時間をかけて運行されるようでございまして、もう間もなく列車は天ヶ崎でございます。すいません、ごめんね、ちょっと連絡だけとりあえず取ってもらって、はい、もしあれやったらここで取ってもらってもいいよ。あの放送終わったらまた出てください。高架の町の尼崎を抜けまして列車の福知山線に入ったところでございます。そうですね、今ちょうど高架線を上り切ったところでございます。さまざまな工場などもね、夜はもう明かりが消えてしまっているようですけれども、見えております。ここの辺りはですね、なんと言いますか、まあ、小さな町工場が多いものですから、24時間そういう365日の営業と、そういうものとはちょっと雰囲気が異なるわけですね。ですから夜はちゃんと寝静まるとそういう場所でございます。休みの時間とさせていただき、室内灯を少々暗くさせていただきます。また明朝は5時半頃から照明を明るくさせていただきます。お手を触れられないようお願いをいたします。本日はかつて山陰線内山線を走りました夜行列車急行大仙号をイメージして米子まで運転をしてまいります。サロンカー何より楽しむ容疑者の旅をごゆっくりお楽しみください。大阪駅ではね、旅を応援してくださるという方が、私にいろいろと、本当にいろいろとですね、くださいまして、このお茶とお弁当だけではございません。この中にあるものも全てですね、たくさんいただきました。この列車も夜行列車でございますから、あまり大きな声でですね、皆様にご紹介するというのも避けたいところではありますが、本当にね、家族だってこんなには触れないぞというくらいに、もう何でもかんでもくださいまして、これはぜひ反省しなければならないという思いをさらに強くしているところでございます。もうお弁当もですね、ここ1週間で食べたのが一番豪華でございますから、こんないただき物をしてしまいましてですね、しかし私はもうずぶとい性格でございますから、こういうものをプレッシャーを感じるとかそういうことはございません。まあ、しかしいただいたものはですね、本当にありがたく感謝をしながらいただきたいと思います。食べ物に感謝をするんではありません、くださった方に感謝をするのでございます。列車は宝塚駅を発車いたしまして、次はですね、もうだんだんと山の方に入っていくところでございます。
疲れ様でした。はいはいはい。で、めっちゃ当たり席じゃないですか、これ。もうですね、いただき物のおかげで食べ物にも全く困らないわけでございます。これはイカ焼きでしてね、十分にもう今夜はこれでお腹いっぱいでございます。またいただいたお弁当の中にも緑黄色野菜ですとかね、食物繊維を含む食べ物多く含まれておりましたから、そういたしますとね、もう最近の栄養の偏りも解消されるというものでございます。時刻通りに出発いたしました。時刻は23時を回っております。